立憲民主党小西博之国会で無知を晒し赤っ端自衛隊の中東派遣で本日立憲民主党の小西博之さんが国会にてこのような発言をしてしまいました 茂木大臣はエスパー国防長官との会見録15日発表しているのがありますけれども、非常に長い会見録ですが、この核合意についてですね、日本がどのような努力をするか、あの、そんなことは一言も述べられていないところでございます。では、あの、大臣に伺いますけれども、この度の自衛隊派遣を決定した12月27日の閣議決定ですけれども、柱は三本です。一つは外交努力。で、一つは、あの、船舶関係とのその連携。そして三つが自衛隊派遣です。 この外交努力ですね、茂木大臣。この外交努力の中に、その核合意を戦略的に解決していく、その日本の外交戦略っていうのはあるんですかそういう外交戦略があって、この閣議決定をしてるんでしょうか。茂木大臣。まずあの、私はあのエスパー長官とはお会いしておりません。私がお会いしたのは、ポンペオ国務長官とサンフランシスコにおいてお会いをしております。あのー、このようになっておりまして。 こちら、小西さん、エスパー長官とポンペオ国務長官を取り違えてしまっておられますが、まあ、この小西さんがこういった間違った質疑を行っている中で、まあ、隣にいた立憲民主党の福山哲郎さんや、えー、白晋君さんは、この小西さんの質疑を聞いていないのか、間違いを。 指摘すすることすら行っておりません本当にですね、こういった、まあ、小西さん、単純な勘違いなのかもしれませんが、事実に基づかない質疑を国会議員が行ってしまいますと、もう時間の無駄でございますので、小西さんにはぜひとも国会において質疑を行う場合は、 事実関係を確認してから行っていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。